加えました。さあ9回の裏カープの攻撃です。今日スタメンのうぐさから両手でバチッと強く振ってほしいですね、選手。初球から行きました。マウンド上には清水達也が上がっています。7年目、24歳、オープン戦3試合目。しっかりまっすぐを積極的にスイングしていきます。これでからも今のファールでいいんですけどね。もう第1打席はショートへの内野安打、同じファールで拾うだけっていうのは。去年はウルサは2軍では66試合に出場して打率2割1分、プロ入り後初めて1軍昇格果たせずというね、悔しいシーズンでした。ここも組んでいく秋山と自主トレをして、キャンプの後から一軍に合流。ですね、まっすぐファウルで、はい、あと変化球をどう対応していくかってところだね。シリーズはフォーク、カーブ、ツーシーム、カット、そのあたりのボールを持っている。このファームにする。本当外野手もね、まあ、熾烈な争いって言われてますけど、はい、争いがあるってことはやっぱりレギュラーが固定されている人が少ない状況って、もうみんなチャンスですよね今。もちろん今日も出た木山選手、野間選手とかヒット候補ではあるのは間違いないんですけど。そうですね、この変化球バットが空を切って三振です。今日の試合、はい、今ので2度目ですか、ね、はい、今みたいなのボールの対応なんですか。そうですね、はい、あれを僕もよく振ってたんですけど、はい、うわ振っちゃった、また投げられたら振るかもしれないよねっていう対応をしてると、はい、ずるずるずるとそれに行くと出る機会も減ってきますし、はい、何かこう変えたら、こんな振れなくなったの、対応できるようになったのってあればまたやっぱ使ってもらえるようになるし、はいはい、やっぱり、ね、そこはやっぱり結果で示すしかないですよね、もう、シーズン入れば、はい、さあそして打撃フォームを大きく、ね、変えたこの中村健人、3番目にかける思いも強いでしょう。本当にね、ホームランも2月23日のドラゴンズ戦でちょっと体勢崩されながらもね、入ったという打球がありましたが、フルスイングが持ち味です。振れるっていうのはね、やっぱり魅力なので、はい、どうしても打ちたいとか当たりとか前飛ばしたい、三振したくないっていうとやっぱり当てに行ってしまう。追い込まれる前は自分のバッティング、自分のスイング、練習してるスイングっていうのを、はい、いかんなくグラウンドでは出してほしいですね。この中村健人も去年は1軍出場ゼロに終わってしまいました。2022年は63試合出場しましたね。打率2割4分、29本のヒット、ホームランも3本、10打点を1軍で挙げた中村健人。今年こそは、そんだけでいるでしょう。インサイド。今のもう詰まってますけど、自分で決めて振って、中途半端じゃないので、はい、問題ないです。外野争いです。まあ、本当にファンも、ね、多い選手ですからね、すごい技術判断があるんですね、はい、研究フルカウント、ストレート叩いていく、キャッチャーが追います。キャッチャーフライ、
と加藤選手、はい、ロッテいましたからね、マリンの風を経験するので、今の風ぐらいだったら何の動揺もないですよ。はい、結構風向きね、今日コロコロ変わって、今、ホームからセンターの方向に吹いてるんですけどもね。あ、またちょっと変わってきましたね。さあ、これで2アウトです。バッター、二股。初球から行きました。ライト掴んで3アウト。マツダスタジアムでの今年初のオープン戦、カープは敗れるという結果になりました。4対0ドラゴンズが勝利を収めています。まあ、今日の両先発カープはどこだ、一方ドラゴンズは秋2人ともナイスピッチングを見せましたね。まずはこの2人、もうさすがの投球、涌井投手はもう落ち着いて色気のある投球で、竹谷投手も相手を翻弄して、そうでしたね、いろんな緩急使いながらコースが